ネッカー国線は、バーデンビュルテンベルク州のネッカーゲーミュントトバーとフリードリヒスハルを結ぶ鉄道路線である。主な経営地は、エーバーバッハ、モースバッハで、ネッカーエリツ駅のホ北は、ラインネッカー S バーンにより、イナンは、ハイルブロン二元システム都市電車により運営されている。ネッカー国線建設当時の、上京バーデンオーデンバルト鉄道が計画された時に、 ネッカー川と並行する路線候補もあったが、ヘッセン大公国の通過のため、ショーデンバルト経営することに決定された。約10年後小国家主義の克服が可能となって、1879年5月24日、ネッカーゲミュント・ヤクストフェルト区間が開通できた。ハイデルベルク・ビュルツブルグ区間を結ぶ列車は、その時からこの路線の上を通行して、ネッカー国線の列車は、 ハイルブロンの方向にも運行された。1907年から1914年まで、伏線の改修工事がネッカー・エルツまで行われた。1920年代にこの路線は、ハイデルベルク・モースバッハ線と共により大きい車軸荷重向けに改修された。1945年、第二次世界大戦の末期にネッカー鉄道橋が爆破されて、 同年3月にネッカー橋駅が設置された。1946年6月までその駅から列車が東の方向に走行した。ネッカー鉄道橋の復旧に関わらず、はじめに線路は単線であった。クラインゲミウントには分岐線が設置された。1958年9月15日に、伏線の線路がネッカーゲミウントネッカー主体の白間で復元された。 ネッカー国線の電化工事は完了して、1972年10月1日には電気運転が開始された。1986年10月1日にネッカー主体の派の信号所が廃止された。1990年代の半ばまで長距離列車がこの路線の経路で運行されていた。最後のインターレギオ列車編は D 列車編の廃止以後、 エムデン・シュトゥットガルト区間で提供された。1983年と1984年に、欧州特急列車である、ラインゴルト号がこの路線を経由して、マンハイムからミュンヘンまで走行したことがある。1996年初めにこの路線は、快速列車向けの傾斜式列車に適合するよう、改修されて、傾斜式列車用の速度制御装置が装備された。 ラインネッカー S バーンの運行準備のために、ネッカーゲミュント旧市街駅が新設され、S バーン列車の運行区間の乗降場は高さ76センチメートル、長さ140メートルで整えられた。旧市街駅の建設過程に、バーデンビュルテンベルク州が85%の建設費を、ネッカーゲミュント市が残りの建設費を負担することとなった。 しかしエレベーター設置などで総費用が240万ユーロから400万ユーロに増加した。2014年12月にハイルブロント市電車の S41 系統がモースバッハネッカーエルツ、バートフリードリヒスハルハイルブロン区間に導入された。S41 路面電車はネッカーエルツ駅で方向を転換してモースバッハ駅まで走行する。グンデルスハイム駅を通過する。 ハイルブロン行きの快速列車ネッカー・ゲミュンとハースメルスハイム区間はラインネッカー運輸連合の運賃システムにより管理されている。グンデルスハイム・バート・フリードリヒス・ハル区間の運賃はハイルブロン方変ローハル地元交通により適用される区間である。貨物列車は毎日定期的にこの路線を経由してほとんど乗用車用貨車、石炭用貨車、 タンク型貨車が運行されている。列車の所属会社は d b カーゴの他に TX ロジスティック、ケルン港湾貨物交通などもある。ありがとうございます。